皆さんは来年の来年の開催県の福島県 の、 あの企業さんでございまして、来年楽しみです以上簡単ですけれども、私の講評をさせていただきます。本日はありがとうございました。特別賞アメリカ大豆部門、アメリカ大豆サステナビリティアンバサダーアワード、からしもうまい納豆株式会社カジノヤ東京都。特別賞アメリカ大豆部門 SSGAUS アワード、仙台納豆株式会社新浦商店千葉県。特別賞ひきわり大豆部門、農心会長賞国産ひきわり鎌倉山納豆野呂食品株式会社。特別賞ひきわり大豆部門、全国納豆協同組合連合会長賞北の大豆ひきわり大志食品工業株式会社青森県。続きまして大阪大会特別賞大粒中粒部門、近畿農政局長賞黒豆納豆を黒丸株式会社牛若納豆京都府小粒部門近畿農政局長賞極み光納豆 3P 株式会社栄光食品土佐賀府。特別賞大粒中粒部門大阪府知事賞鎌倉大粒鎌倉山納豆野呂食品株式会社。小粒部門大阪府知事賞仙台の老舗納豆屋さん株式会社小林食品宮城県。優良賞大粒中粒部門農心会長賞ゆうずる納豆押し切り食品株式会社北海道優良賞極小粒部門農心会長賞国産小粒納豆原田製油有限会社大分県。優良賞大粒中粒部門全国納豆協同組合連合会長賞安曇野 2P ヒゲタ食品株式会社茨城県。優良賞極小粒部門全国納豆協同組合連合会長賞しっかり小粒納豆有限会社村田商店長野県。続きまして優秀賞、大粒中粒部門全国農業協同組合連合会経営管理委員会会長賞菊水の大黒有限会社菊水食品茨城県。優秀賞極小粒部門全国農業協同組合連合会経営管理委員会会長賞北海道のわら納豆小粒道南平塚出品株式会社。優秀賞大粒中粒部門農林水産省大臣官房長室北信州ふるさとの納豆大粒有限会社阿部納豆店長野県。優秀賞大粒中粒部門農林水産省大臣官房長賞京納豆大粒藤原食品京都。優秀賞小粒極小粒部門
農林水産大臣官房長賞、十勝の息吹小粒 2P 株式会社常盤食品東京都。優秀賞小粒5小粒部門、農林水産省大臣官房長賞、元気納豆国産わかび わさび3個組マルキン食品株式会社熊本県。最優秀賞の発表になります。最優秀賞、農林水産大臣賞、実り納豆ほのか有限会社緑屋福島県。以上発表させていただきました。行いまして、5が一番いい、1が劣っている、まあ、学校の成績みたいなもので、その合計点数をの多いものから、今回、先ほど会長から発表されましたような、賞も受賞することになりました。今回 の出品状況とし傾向としては、どの商品もかなり高品質で、先ほど会長もおっしゃってましたように、同点決勝が大変続きまして、審査員、同点のものは会長が選んだ5人の審査員で、決選投票で、順位を決定しましたが、5人の、決勝の審査員もあまりの同点の多さに、参っておりました。まあ、時間もかなりかかってしまって申し訳なかったところがあります。で、商品の傾向としましては、先ほど言いましたように全体的に、とても良いものが多かったと思います。ですから、その同点も多くなってしまったということです。毎年ばらけるようにばらけるようにというふうに審査員の方にお願いしてるんですが、なかなかばらけなくて同点が多くなってしまうということがあります。ただ、中にこれはちょっとという欠点のあるものも散見されまして、そういうものはそのもうちょっとこの結果はすべて、審査員の単票を含めまして出品者に、一覧票としてお返ししますので、それを参考にして自分のところなぜボロクソに言われたのかと、そういうのを反省してですね、次回の鑑評会、また日々の商品の品質向上のために役立てていただきたいと思っております。今回の農林水産大臣賞、緑屋さんは来年の来年の開催県の福島県 の企業さんでございまして、来年楽しみです。以上、簡単ですけれども、私の講評とさせていただきます。本日はありがとうございました。